どうも、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ235回目。2020年になってからはね、1回目なんですけども。今回はね、今ご覧になってますロセッタをこうやっていくんですけども。まあ、こう見る限りにね、ビジネステーマですね。まあビジネステーマであって、ウコマスが使えるということをここ書かれているので、e コマスにも利用できるのかなと。いうことでね。まあ、レスポンシブテーマであることはもうお約束みたいなものですね。最近はね。それよりも、AMP に対応してるかどうかの方が、重要だったりしますのでね。まずね、もう、あでもない、こうでもないって言ってたって仕方がないので、実際に入れてみましょうということですね。で、やっぱりね、今回もぶっつけ本番なので何が起きるかはわかりません。はい。ということでね。まあ、ただね、まあテーマってどんなものっていうことを覚えようとするのであればですね、同じように、ぶっつけ本番でいいんで、いくつかね、入れてみてね、試してみるっていうことなんですよね。そうするとね、ある一定の、こうじゃなかったらこれだろ、とか、っていうね、法則が見えてくるんですよ。で、まあ、それでもちょっとうまくいかなければね、ドキュメントを翻訳して見てみるとかするとね、あ、そうだったんだっていうことが分かってくるようになります。ではね、早速ね、外観からテーマを開いてですね、新規追加からロセッタを、追加してみようと思います。ね、確かね、ロセッタもね、最新の中にあったんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、年が明けてね、いくつかこれ増えたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ね、海外でも年明けからね、新しいのが出てるんじゃないかな、そんな気がしてなりませんけども。ここじゃなかったようですね。人気かな。もうない場合はね、こうやってね、コピーって、ここでね、入れちゃった方が早いですね。そうするとこうやって出てきますので、まあ、ここからインストールしましょうということでね。で、有効化にボタン変わりますのでね、有効化して初めてテーマが使えるようになります。するとね、やはり、必須プラグインあるので入れてくださいということでね。まあ、スライダー系と画像系のね、プラグインみたいですけどね。
で、インストールが終わればね、こちらでもう一度戻ります。で、次はですね、アクティベートって言ってね、有効化という意味なんですね。で、プラグインね、やはり有効化し始めて使える状態になりますのでね。で、ここにね、ロセタテーマってありますので、一応ちょっと目を通そうかなと思います。無料ではできないことがここに書かれているみたいですね。はい。で、こういうところがね、まあ、24時間サポートみたいなものがね、プラスだったら OK だよってなってる。まあ、これは当然だろうなとは思いますけどね。はい。無料で24時間サポートしてくれたらありがたいなと思うんですけど。まあ、ここでね、まあ、ちょっと翻訳してみると、それなりの情報があるのかなと思いましたけども、まあ、あんまり大した情報でもなかったので、ではですね、先にね、固テーマをちょっと作ろうと思います。で、固テーマを作ると言ってもね、特殊な方法をやりません。非常に簡単なやり方でですね、ワンクリックチャイルドテーマというプラグインを、使ってですね、やっていくんですけども、正常にインストールされている場合は、ここにチャイルドテーマ出てます。で、これクリックしますとですね、まあ、こんな感じで、テキストボックスがここに3つあるんですけども、1つはもう自動取得されてます。ね。で、プラグインのね、入手方法とか、まあ、ここに至るまでの設定の方法を、使い方みたいなところまでね、動画を用意してます。で、そちらのリンクをね、YouTube 動画詳細の中に、記載させていただいております。で、また、この動画の終了画面に、ワンクリックチャイルドテーマの使い方の動画は表示されるようになってますので、そちらの方でね、ご確認いただければと思います。なのでね、ここはね、もうサクッと、簡単に終わらせたいなと思いますけども。ね、ロセタチャイルド。ロセタの固テーマと。非常に簡単です。で、もうあと、このクリエイトチャイルドのボタンをクリックするだけで簡単に固テーマができます。これでね、固テーマが簡単に出来上がりました。で、まあ、ここにね、20シリーズ結構ね、あるんですけども、邪魔だなと思う人はね、こうやってここから、削除することも可能ですからね、これ。まあ、ご小大事に取っとかなくてもですね、必要になったらまたダウンロードすればいいっていう考え方をすると、まあまあ、必要ないっちゃ必要ないんですよね。ね、まあ、2019もまあ使うこともまずないので、削除しておいても、全然問題なくてですね。そうすると、まあ、最小限のテーマでね、まあまあ、2つぐらいは20シリーズ置いといてもいいんですけど、まあ、17とかね、2020は使いやすいので、置いといてもいいんですけど、あとはもう、親テーマ、子テーマでいいんじゃないの。ね、そんな感じです。ね、まあ、親テーマからね、散々カスタマイズした挙句にね、固テーマを後で入れますと、設定全部引き継がないから、もう一度同じ、
設定やんなきゃいけないんですよ。で、そういう二度手間食らうのが、まっぴらごめんだ、みたいな感じなので、先に固テーマを作ってね、固テーマからカスタマイズしていって、カスタマイズをね、拡張していこうかなって、そういう考え方ですね。はい。で、早速カスタマイズ入っていきますけど、これがね、固テーマ入れて、ちゃんと正常に動作するかどうかっていうところもあるんですね。うん。ねえ、英語のね、テーマなので、ほとんどが、英語表記だと思ってください。見た感じね、日本語が下に5つばかしあるだけで、ほとんど上はもう全部英語です。で、about ロセターっていうのはもうスルーしますんでね。で、サイトアイデンティティっていうところからね、要は、サイト基本情報っていうところですね。はい。で、サイト基本情報っていうのは、ロゴの選択と、タイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコン。この、大きく分けて4つの設定です。で、ロゴはね、テーマごとに、コロ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 サイズが変わってくれますよね。で、これは 240×550 ピクセル。ね。すごいでかい、あれなんですけども、そんな、サイズは、持ち合わせてないよ。ね。そんなサイズは持ち合わせてないよということで、とりあえず 250×250 でも入れてどうなるのかちょっと見てみましょうよ。と思ったぐらいなんですけど、縦長がね、どう影響するのかなっていうところなんですけどね。で、こちらのね、サイトアイコンはね、さっき512ピクセル以上の正方形っていうふうに出てましたけども、どのテーマになろうとも、このサイズが変わることはありません。で、やっぱりね、いくつかテーマ触っていくと、そういうことが、だんだん身について分かってきます。はい。大体このサイトアイコンというのはね、同じアイコンをずっと僕も使わせていただいております。これがね、サイト基本情報というところ。ヘッダーメディアですね。画像がこう、表示、最初から入れられてるんですけども、1920×550 ということでですね、動画っていうよりも、新規画像を追加して、ここはね、サイズ指定がある場合は、切り抜きが使えるんですね。で、その方法をちょっと見といていただけると、選択して切り抜くっていうボタンをクリックしますと、こういうふうに550幅で選択した後にね、スライドさせるだけなんですよね。これね、キーボードを使えないので、ちゃんとドラッグしてね、うまくスライドさせていただければと思います。で、これでね、画像の切り抜きの方をクリックしますとですね、そのサイズで切り抜いてくれます。はい、こういう風にね、変わりました。ね、これを公開としてですね、一度サイトの方でちょっと確認しようと思います。
この状態なんですけども、更新したらどうなりますでしょうか。まあ、こんな感じでね、表示されてますけども、まあ、ここのね、上のメニュー必要ねえなと思ってるんですけどね。で、これがヘッダーメディアの設定でですね、背景画像あるんで、使えるんですけども、これは使うつもりありません。文字に被ってね、見にくくなるっていうのはね、めんどくさいなと思ってますんで。で、レイアウトですね。ゼネラルレイアウト。まあ、この、ヘッダーがあって、コンテンツエリアがあって、サイドバーがあってっていう感じですね。まあ、これがね、一番オーソドックスな形なので、で、テーマのアライメントっていうね、ワイドでいいかなと思ってます。まあ、そういう意味ではね、ここはまあ別に触る必要もないかなと思ってます。で、次に、アザーレイアウト。ね。2カラム、3カラムのグリッドが選べますよ。ということですね。で、フッターは3カラムになってますよ。フッターウィジェットのアライメントはデフォルトですよということでね。ここだけ3カラムに変えようかなと。ね。で、次に、レイアウトを出てですね、次ヘッダーですね。で、メニューがあるんですけども、メニューポジション、ノーマル以外に、オーバーヘッダーイメージ、そういったのがあったりします。メニューのレイアウトはボックスドになってますけども、ワイドも使えますよと。ワイドにしたらどうなるのって思うんですけどね。まあ、大して変わんないんでね、ボックスのままでいいかなと思います。で、メニューアライメント、これセンターになってます。で、レフト、ライトも、使えますけど、基本的にセンターでいいんじゃないかなと思います。で、次にコンテンツですね。サイトヘッダーコンテンツ。ね、サイトタイトル。それ以外にはロゴ&サイトタイトル。ね、エンプティ。エンプティにしたらどうなるのかな？あんまり違いがわかんないですね。はい、こんな感じになりました。ロゴ、で、ショータグラインってすると、で、トップセクションズオーダー。ノーマル以外にはですね、リバースズっていうのがありますけど、まあ今回はノーマルのままでいいかなと思ってます。あとね、まあヘッダーイメージのビヘイビアとか、ヘッダーウィジェットウィズとか、いろいろ選択はできるんですけども、これで公開というふうにして、次に行きます。ランディングページですね。ランディングページのセッティングとかですね。まあ結構ね、いろいろ、
あるんですけども、一個一個ね、説明していくと大変なので、飛ばします。で、ゼネラル、ストラクチャー。ここは、ナビゲーションですね。で、今、アブソルートになってますけど、まあ、アブソルートで、問題ないかなとは思ってます。で、ページ、カテゴリー、タイトルズ。ね。Always Visual っていう風になってるんで、そのまま。で、Back to Top ボタン。ね。ボタンオブページ。で、テーブルスタイル。ね。ストライプティッドってなってますけど、場合によってはノーボーダーっていうのもありですね。あ、そのあたりがね、ストラクチャーっていうところなんですけども。で、デコレーションズはですね、アーティクルアニメーションオンスクロールっていうのがね、フリップレフトっていうふうになってますね。で、次、ヘッダータイトルですね。ヘッダータイトルが必要なのは、ポスト、ページ。要は、投稿と固定ページですね。アーカイブページ、ホームページ。まあ、この4つになります。で、コンテンツイメージですね。イメージの見せ方。っていうことなんですけども、with border っていうことでね。で、search box locations。ね。両方にね、メニューがあってもいいかなとは思いますけどね。ね、次にソーシャルアイコンズですね。で、この上二つはディスプレイインヘッダー及びフッターですね。そうするとこういう風に並びます。で、レフトサイドバー、もしくは、ライトサイドバー。どちらか表示させることができますよ、ということですね。でね、ソーシャルアイコンこれ、こうやって表示してるんですけども、これメニューで、あらかじめ設定してるから表示するんですね。はい。そういったね、見せ方もありますのでね。で、カラーズっていうのは、いろんな色合いを決めていきます。コンテンツやヘッダーの中でね。こんな感じで、蓋についてはですね。テキストなのか、バックグラウンドなのかの違いぐらいですね。で、ランニングページも色をつけることができますよということですね。で、このタイポグラフィーっていうところはですね、いろんな書式を設定するところですね。で、上からずっと順番に、設定していくわけなんですけども。で、ポストインフォメーションですね。フューチャードイメージ。要は、アイキャッチ画像が OGP 画像に適用されるようになるようにしておくってことですね。
ブログメーターですね。ディスプレイタイムいるけど、タグもいるけど、オーナーいらない、コメントいらないっていう感じなんですけどね、僕からするとね。ね、まあこれが効いてるのかっていうことはね、ここに出てますので、まあオーナー名が表示されてない。これはありがたいことですね。例えばこれをチェック入れると出てくるんですよね。はい、こちらに出てきましたね。で、チェック外すと勝手に消えます。で、こちらのシングルメーターの方もですね、ディスプレイオーナーは外してですね、あとはチェック入れたまんまということですね。まあ、こうやってね、まあ、このディスプレイオーナーにしないっていうのはね、投稿者名が表示されることによって、そこにポイントされると、ワードプレス ID が露出してしまうんですね。その露出をやめたいからなんですよね。で、エキサプト。こちらはですね、抜粋投稿、まあ、トップページみたいですね、抜粋文をこう、出すのにどういうふうにしますかっていうところだけですね。で、リードモアは日本語に変更しましょう。まあ、僕の場合はね、よく続きを読むっていうふうにしますけど。はい、変わりましたね、ここね。で、コメントに関してはね、スルーでいいと思います。基本的にブログにね、コメント来るのはもうほとんどがスパムコメントなんで。で、次なんですけども、まあ、このあたりはね、デフォルトメニュー、パーソナリー、いろんな部分が結構出てますけども、このあたりはもうそのままスルーでいこうかなと思いますね。あとですね、ここ以外に設定できるのは、ウィジェットなんですよね。で、こちらにウィジェットありますので、まあ、どこにどう持っていくかっていうところですね。ここのトップセクション、エッター、コンテンツアフター、コンテンツビフォー、フター、ね。そういったところをね、どううまく使っていくかというところですね。
まあちょこっと、こう、ふったに入れてみたんですけどね。これ更新したときに、まあどういう表示をしてくれるのかなというところで。まあこんな感じでね、3回目で使うこともできそうな感じですよね。で、あとヘッダーセクションとかね、コンテンツアフター、ビフォー、トップセクション、まあどういう風に使っていくかっていうところはね、それぞれはめていきながら、ちょっと考えていった方がいいと思いますね。はい。まあ実際ね、はめてみないとわかんないとかありますんでね。まあ、設定した後はね、なんか、ちょっと、こう、なんて言うんですかね、セキュリティ的には安心できるかなっていう、ふうに思える、こう、テーマなんですけども、はい。ちょっとトップメニューをね、消しました。2段になってね、なんかちょっと、よろしくないなと思ってたんで。で、まあ、トップメニューに、表示するんであれば、でいいかなと。で、ナビゲーションを入れてみるかなと。まあ、ちょこちょこっと変えてみましたけども、まあ、どんな風に表示されるんでしょうかということでね。まあ、いろいろ、考え方があって、いろいろ、こう、できるんだと思うんですけども、まあ、まあ、メニューをどういうふうに使っていくか。まあ、それもね、ちょっと見せ方の一つだと思いますんでね。そのあたり、ちょっとうまく考えていただければと思います。ねえ、まあ、この状態見て、まあ、このね、ヘッダーが妥当なのかどうなのか、ね、もう一度改めて考え直す必要があるかもわかんないですね。はい。
ということでね、今回は、このロセタというテーマをね、簡単に、紹介させていただきましたけども、まあ新しいはずなんですけどね、これロセタね。12月23日に最終更新ですからね。なんで新しいのに出てこなかったんだろうということでですね。まあ、ビジネステーマとしてもいろいろ使えるということをこう書かれてましたけども、なんかちょっと普通のブログに毛の生えた程度かなっていうふうにちょっと思っちゃったりしたんですけども、まあ、あとカスタマイズがね、ちょっとウィジェット中心になっていくと思いますけど、まあそのあたりをちょっとどうクリアしていくかっていうのもね、まあまあ、皆さんのこう考え方次第で、いくらでも拡張できるんじゃないでしょうか。で、まあ、セキュリティ的にもね、比較的安心できるテーマですので、まあ、ぜひ一度使ってみられてはいかがでしょうか。まあ、初心者の方にもね、おすすめしますよっていうテーマに入れてもいいかなとは思ってますんで。ということでね、今回はロセタをご紹介させていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。Zoom サポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きのラインアットです。ワードプレスの最新情報がわかるラインアット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。